ハイセンスグループは中華人民共和国産投資を賃貸を本拠とする電気メーカー及び企業グループの総称。投資はレグザブランドで有名な投資場映像ソリューションを子会社に持つ。主要製品は加減製品、通信機器、情報機器、会心電機と会心化流電機の2つのグループ企業から構成されており、2社とも上海証券取引所、 香港証券取引所に上場している。ハイセンス、カリュウ、姿越えの3個のブランドで商品展開を行っている。海心の研究所近年は中国だけではなく、日本国内においても、テレビ事業を中心に国内メーカーより安価であるため、売上が急激に伸びている。1969年9月、海心グループの前身である、チンタオム宣伝2章が創業。 社員10人余りでトランジスタラジオを生産していた。1970年には山東省発の14型ブラウン管テレビを生産。1978年に18型カラーテレビを生産。1979年2月にン太オ電子機総称設立国家認定カラーテレビ拠点生産工場となる。1984年に 松下電気産業からテレビ生産設備を導入。1985年に主要、技術経済指標で中国国内のテレビメーカーで1位となった。1993年、キャッシュレジスター生産開始、太貸通信設備有限会社設立。1994年、太貸会心グループが新社名で誕生。1995年、会心工学通信。 海進不動産設立。1996年、南アフリカ海進発展有限会社設立。1997年4月に海進電機が株式を上場。同年、海進変品空調も上場を果たす。1999年にハイセンスが中国派生名商標となる。2000年、日立製作所と CDMA 技術提携合意。2001年、 韓国の大ユから南アフリカ工場買収。2002年、住友商事との合弁会社サミット、ハイセンス株式会社設立。2005年、ハイセンスの商標を欧州各国で登録していたシーメンスと和解し、会心グループがハイセンス商標を使用できるよう譲渡を受けた。2017年11月、東芝映像ソリューションの株式の95%を、 会心に上渡する契約の締結が発表された。日本法人、会心日本株式会社は2010年11月に設立。2015年5月に社名が、ハイセンスジャパン株式会社に称号を変更された。ハイセンスの関連機関は、中国国内外に40を超える施設がある。ハイセンス、日立空場システム株式会社日立製作所と、 ハイセンスの合弁会社として2003年に設立された商用及び家庭用セントラルエアコンシステムを含む製品を中国で設計、製造、販売しているハイセンスジャパンに関するカテゴリーありがとうございます。